はい、どうも皆さんこんにちは、石山です。第2節も終わって徐々に戦力図も分かってきたんじゃないでしょうか。なんといっても第2節注目カードの一つであった大阪対川崎では、川崎が圧倒的強さを見せて2連勝、川崎、秋田、宇都宮は2連勝して未だ無敗を誇っています。ただ秋田は琉球、三河は名古屋との愛知ダービー、宇都宮、千葉との対戦と各チーム厳しい戦いが予想されるので、無敗をキープするのはかなり至難の技となりそうです。逆にまだ1勝も挙げられていないチームが西地区に京都、信州、三遠と3チームいるので、頑張ってほしいところです。京都は大阪と、信州は渋谷、三遠は富山と、かなりタフな試合になることが予想されるので注目です。京都対大阪はガード対決、信州対渋谷はディフェンスのプレッシャー対決、三遠は富山の得点力に負けず得点を取れるかが焦点になってきそうです。ということで今回は今季から B1 昇格を果たし、現在1勝3敗と苦戦はしているものの、4戦すべてで好ゲームを見せてくれている広島ドラゴンフライズ、その中でも昇格請負人の呼び声高く B2 MVP も獲得したグレゴリー・エチェニキ選手は B1 でも通用するのかについて話していきたいと思います。まずはエチェニキ選手の経歴をさらった後、プレーについて深掘りしていきたいと思います。それでは行きましょう。まずエチェニキ選手の経歴について軽く話していきたいと思います。ベネズエラ出身のエチェニキ選手は NCAA ディビジョン1の大学に転校を挟んで4年間通って NBA ドラフト志望を出しましたが、残念ながらドラフト外になってしまいました。ただアメリカの大学バスケディビジョン1でプレーするということは、ほぼバスケで生活していくということが規定路線となっているので、エチェニケ選手も NBA 以外のチームでプレーすることを選択し、ドイツ、ベルギー、プエルトリコなどのチームでプレーした後、2014年12月に母国ベネズエラの強豪チームであるグアロス・デ・ララと契約しました。そこでFIBAアメリカリーグやインターコンチネンタルカップの優勝を経験した後、2018年島根スサノーマジックと契約します。当時 B2 だったチームを現在新潟のエースとして活躍中のロスコ・アレン選手と共に牽引し、西地区2位に導く活躍、B1 ライセンスの関係から自動昇格へと導きました。そして昨シーズンは広島に移籍をし、皆さんご存知の通り昇格請負人としてパワーを遺憾なく発揮し、21.2得点、フィールドゴールパーセンテージ 71.2%、 リバウンドが 12.1 という驚異的な数字を残して、広島を B1 昇格に導くだけでなく、個人も B2 MVP を獲得し、名実ともに広島のエースとして今シーズン満を持して B1 に参入しました。ベネズエラ代表としても2016年のリオデジャネイロオリンピックに出場するなど、様々な成績を残しています。それではエチェニキ選手のプレースタイルについて話していきたいと思います。かなり有名な話ですが、島根にいた時、広島にいる時の2年間を通してスリーポイントの指導数がゼロという、ストレッチビッグという言葉が大流行していて、 NBA ではもう真ん中のローからスリーポイントを打つロゴ3になるものが流行り始めている現代において、かなり時代に逆行している選手です。本来であれば現代バスケにおいて外からのシュートを打てない選手はプレーのバリエーションが少ないため、コーチとしても使いづらく敬遠されそうなんですが、エチェニケ選手はスリーポイントが打てないことを感じさせないほどのインサイドの支配力があります。ほとんどドライブもつかずにボールをもらう時点で自分の得意なポイントまで押し込んでからパスをもらうことで、相手ディフェンスがダブルチームで守ることを封じつつシュートを決めることができます。そしてそこまで押し込めていると必然的に確率のいいシュートになるので、さっきも言った通り昨シーズンはフィールドゴールパーセンテージ 71.2% という驚異的な数字になっています。そしてインサイドを主戦場とする選手はもちろん体の強さも重要になってはくるんですが、それと同じくらい重要なのがフリースローです。どうしてもインサイドのプレーはファールになる確率が高いこともあり、フリースローの指導数は増えてしまいます。ただセンターの選手はフリースローが苦手な選手が多いので、その点で点数が伸びずに負けてしまうチームもあります。ですが、エチェニケ選手は18、19シーズンが 74.1%、19、20シーズンが 73.7%、そして今シーズンは 78.9% と悪くない数字で、フォームもフリースローが苦手というようなフォームではないので、安定して得点をできる要因の一つ、かつ相手チームがファールしづらくなってディフェンスしづらくなる要因ともなっています。そしてここから石山的ポイントになってくるんですが、エチェニケ選手の良さはオフェンスよりもむしろディフェンスにあるように思います。というのも B リーグでサイズでゴリ押してくる選手といえば三河のガードナー選手が挙げられると思うんですが、ガードナー選手と比較するとエチェニケ選手はディフェンス面でもチームに貢献できます。サイズ以上に運動量を持ってプレーできるので、
スリーポイントが打てないこと以外の欠点がなく、チームのバランスを崩さないリーグでもかなり有数のインサイドプレイヤーだと思います。実際 B1 での4試合を通じて、22得点16リバウンド、20得点12リバウンド、15得点8リバウンド、24得点12リバウンドとしっかり通用しているので、広島としてはエチェニケ選手がいない時間帯をどう繋いでいくかが重要になってくると思います。はい、ということで今回は B2MVP のグレゴリー・エチェニケ選手について話してきました。アルバルクのカーク選手に対しても余裕を持って通用していたというところから、 B1 に通用することは分かったので、相手チームが対策を打ってきた時にどうその対策を打ち破るかは注目だと思います。石山的にアシスト数が増えると相手としては手がつけられなくなるんじゃないかなと思います。はい、石山ならバスケットチャンネル、普段は B リーグについての解説、日本バスケットについての動画などを上げております。今回の動画が参考になった、面白かったという方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。よかったらこの動画を友達に教えてあげてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。